びっぱなしですか。ビタビタじゃないですか。さあでもこのメインイベント、はい、引退試合ですね。はい、このもう引退試合、はい、もう、まあ、先ほど谷田清也選手ですか。はい、はい、まあなんとか悪の道から戻ってこれたみたいですが、はい、また記憶がなくなっちゃったみたいですね。はい、まだなんとか、はい、まあ、記憶が無事に戻り、はい、こうガルスライボーの戦闘もちょっと見たいみたいで、はい、まあどうにかまあ、いい人に戻ったみたいな、まあ、大丈夫っぽいですね。本当はいい人です。はい、すごくいいですからね。はい、さあ、もう少しですかね。はい、もう間もなくですかね。まさにこのガスの見どころですよね。はい、はい、さあ、今回の選手スーパーブルーの組ですから、ね、はい、お互いに大きいですからね。はい、まあ、多分、まあ、お互い2人とも、はい、まあ、まあ2試合2試合やってるんで、まあ、お客さんの方をご覧になられたと思うんですけど、はい、もう見ても分かるのでやっぱでかい、とにかくでかい、はい、でっかい、はい、2人が、はい、はい、もうぶち当たったら交通事故で取っていきます。そこは谷崎優真、アッチドラゴンの4年生同士の、はい、もう同期の同期の、はい、もうその辺を助けてほしいですね。はい、がっつりいってほしいですね。はい、もうさあ、もうちょっとかかるみたいですね。かかるそうですね。はい、はい、まあ、まだ試合ご覧になってない方とかも、はい、今からメインイベントやるんで、はい、よろしかったらお時間がある方ぜひ、はい、試合でもご覧になってください。お願いします。最後の試合、リングイン、そして
さいよしよし。スーパーブーベイダー。飛んで行きます選手。スーパーブーベイダー。80キロ。谷崎ユーマー。嘘つきつやろ。谷崎ユーマー。片思い、抹茶ドラゴン。はい、ということですね、まあ、この、リングアナウンサーのですね、北川彩香君を今年卒業です、4年生です。本当にお疲れ様でした。最後のコールでございました。佐藤さん、この試合の見どころですかね。はい、まあ、青コーナーの2人が、まあ、とてもでかいということで、はい、赤コーナーの谷崎優馬選手、抹茶ドラゴンさん、どこまでやれるかです。さあ、始まりましたね。はい、始まりました。本日のイベント、引退試合60分一本勝負、東海優勝しスーパーブーベイダー組対卒業生谷崎優馬抹茶ドラゴン。さあ、最初クリーンにお互い握手していきましたよ。はい、いいですね、やっぱりメインだからクリーンにお互い行くというまた姿勢が、まあ、メインイベントらしいと言いますね。はい、まあ、最初組み合って腕を取ったのは谷崎優馬。さあ、返していったのは谷崎優馬。青コーナーから紹介しましょうか。はい、今出ている、はい、黒に赤のラインが入っている、はい、方が東山よしよしです。今年 OB1 年目ですか。はい、1年目です。はい、まあ、昨年卒業したばっかりの方。そうですね、はい、まあ、去年ですね、来られた方は分かると思いますけど、まあ、はい、去年も雨でですね、なかなか試合がなくてですね、東山選手のなんかいい思いをせずにね、はい、引退していったということですね。今日ぜひこの曇りでしたけども、なんとかですね、試合ができましたんで、1年ぶりですけども、一生懸命頑張ってほしい。おっと、これはタックル。さあ、お互い行きませんね、またあとは谷崎がタックル。さあ、続いてトンザヨシヨシがタックル。この2人、やっぱりですね、まあ、この2人というか、トンザイと、卒業生の谷崎抹茶というのは、はい、年が1個しか離れてないんでですね、はい、まあ、先輩後輩、プライベートも仲良かったからですね、あ、その辺を気持ちでぶつけていく、はい、リングの上は先輩後輩関係なし。さあ、お互いガチガチでぶつかり合い。さあ、お互い走って、そこはバックル。あと、ここは先輩同士がやっぱりガタイの面で、左足を重点的に。さあ、赤コーナータッチして出てきたのチャッチドラゴンですか。はい、サッカーのマッチドラゴンですね。おーっと、テイクのドロップキック。さあ、足の一本狙いですかね。はい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 、はい、これは決まりましたね、はい、さあ、再び左足を狙って、再び左足。トンザもやっぱり引退したから1年経ってますからね、はい、ちょっとブランクありますね。あ、やっぱブランクありますね。はい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 、本人も久しぶりの試合とおっしゃってましたので、まあ、いいと思いますけども、まあ、先輩の意地としてですね、はい、まあ、後輩も後輩にですね、先輩とこうやって戦えるというのは非常に嬉しいことだと思いますね。あ、そうですか。はい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 、まあ、やっぱ楽しんでますね、やっぱり。はい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 、さあ、おっと、逆にひっくり返して、さあ、逃げますよこれ。ロープレイク。おーっと、やっぱり攻めの手を緩めませんね。はいはいはい、まあ、先輩の意地ですかね、この辺も。さあ、では負けにそのマッチドラゴンも立ち上がる。おーっと、強烈なチョップ。さあ、おっと、負けずに、おーっと、またでかい。さあ、これは先輩のトンザへの一発お返しというばかり、はい、いいですね。はい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 。さあ、トンザ選手もチョップ。さあ、トンザのチョップがしょぼい。あっとチャンプ合戦では抹茶ドラゴンに分があった。ワン、ツー、
さあ、おっと、逆にマッチャローム投げるのか、これは投げますか。さあ、テールボン。さあ、それでは本当に吉本も耐える。さあ、と逆にひっくり返すようなんで、吉本のボディースラム。コーナーに追い詰めて、さあタッチしたのはスーパーブーダイでありました。相変わらずでかい。さあ、ここマッチロゴンどう攻めていくのか。さあ、スーパーブーダイ巨体を利用してのこの攻撃。厳しいですね。ギブアップしてしまうのか。やはり2試合目ということで、両者スタミナの面もなかなか来てるんじゃないでしょうか。さあ、切り返して5分経過。やはりこれだけの巨体どうかかっていくとかなりのダメージになります。さあ、でかい。さあ、返していってほしい。マッチャドラゴン、おっと。さあ、やはりこの体の力を利用した機敏な動き。さあ、いいですね。さあ、首を締めて、さあ、きつく締めていきます。スイカ頭をきつく絞っていきます。そしてロープに、さあ振って、あっとバックナックを体の上でやはり上回っている。さあ、やはりワン、ツー、片足でいってもツーカウント、やはりでかい。さあ、そう、はい、ちょっとトイレに行ってました、すみません。はい、私困りました。ちょっとすみません、はい、どこ行っちゃったんだろう。いやちょっとトイレが近いもんで、すみません、はい。さあ、試合動いてますよ。あ、動いてますね。どこまで行きました。もう大変です。大変ですか、はい。さあ、私もついていきますよ。はい、これは何ですか、ちょっと教えてください。はい、このスイカマスクと、はいはい、はい、抹茶マスクです。はいはい、抹茶、はい、抹茶マスク、はい、抹茶ドラゴンでしょ。はい、抹茶ドラゴン、はいはいはい。さあ、ここは、はい、じゃあ交代して、はい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 、谷崎優馬、はい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 、先ほどのオカルトドラゴン。あっと、ここはチンクラッシャーですか。はい、さあ、ここはロープに振っての、おっと、蹴り中途半端にジャンプしての蹴り、よくわからなかった。さあ、ここは膝への蹴り、いいですね。さあ、ここは倒していっての、はい、あと足を攻めていくと、やはり巨体ですからね。はい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 、足を攻めておけば体重がかかります。はい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 、効きますね。やはりこれよく分かりづらいと思うんですけど、足首あたりひねってるんですよね。はい、わざとひねりながら、あとここはうまいですね。あと、やはり、さあ、ここはたった一発で返していくと、はい、一撃一撃はやはり強烈ですね。あとここは、あとここは、あと、めちゃくちゃな、これはもうなんだ、いや容赦ないですね。はいはい、卒業なんですね。はいはいはい、さっきブルーシートでこう滑ったとは思えないから、スーパーブーベイラーの、あ、知ってますよ。はいはいはい、びっくりしました、あの滑り具合。はいはいはい、先ほど控室からあれをわざとだと、あー、でも、あのおかげでですね、後でブルーシートを片付けるのは学生が洗わなきゃいけないということです。はい、最悪です、本当。勘弁してほしいです。はい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 、さあ、ここは対角に振ろうとしたが、うまいですね。さあ、ここ上げるか、ちょっと上げていく。ワン、ツー。さあ、ここは起こしておいた。あっと、ここはスキオの中、スキオの中、はい、さあ、ここホールに行くか、行きませんね。行きませんね、首を締めていきますね。やっぱり谷崎ユーマン、はいはい、ダーティーなプレーがうまいですね。あっと、ここは DDT、 石井らしいですね。さあ、トンザン、今日は先輩の意地、はい、いいとこ見せれません。そうですね、さっきからクラブでバックアウトの気がするんですけど、出てきちゃくらい、出てきちゃくらい、さあ、ここはロープに走っての、あ
ということで、はい、空気読みましたね。当たってないのにカウント2でもよく意味がない、はい、それが学生プロレス。さあここはトンさんが、はい、さあ今から見せてやると、はい、先輩の意地を見せていくフィッシャーマンと、さあ連続でまたチェックか、2発目まだ行くか、ダメよしろ、3発目ですね、はい、さあこれは頭をひねっていきますね、ひねって、はい、首のあたりをひねっていきましょう、ね、さあもう一度、あっと地味に効きますね、これはですね、はい、プロあの学生プロレスですね、地味な技とか、ね、音の出ない技とかものすごい痛いですからね、はい、おっといくぞ、あと上げるか、おっとあっという間の10分、そうですね、10分間でトンザンの技1個も出てないですか、はい、おそらく出てないです、はい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 、フィッシャーマン3発あるぐらいです、はい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 、ほとんどやられ放題のトンザン、もうブタミンチになるのも時間の問題、はいはいはい、はい、なんだろう、なんですか今のはトンザン今、はい、こけたような感じ、はい、トンザン あんな、あ、今いいです、はい、あーロープ言ってろ、はい、パッ、ファースト、はい、パスター、はいはい、ワン、ツー、さあ技を出しといて、やっと、やっと変われた、はい、はい、ちょっと休みましょう、はいはいはい、はい、さあベイダーが、ベイダーが走ってろ、ギロチンドロップ、これはあんまり当たってない、はい、当たってないですね、あんまり当たってないですね、はい、シート言われてますけど、はいはい、ベイダーさん今日なんかひどいですよ、そうですね、あとこれはマスクに、いや違う、いや違う、首をひねってますね、これは痛いですよ、はいはい、これベイダー得意の、はい、ミスが多い時に出るチンロックです、はい、あのなんか先輩吹かせ吹かせながら首をしてるというこの汚い手、さあここはロープに振ってのカニバサミからのドロップキック、うまいですね、ワン、ツー、おっとワンで返す、やはり連携がいいですね、おっとこれはあれか、これ投げてほしい、そしてもう一回、さあいけるか、はい、いけるか、さあチャン投げるのか、あと、あと、本当に嫌がる、嫌がる、嫌がる、本当に嫌がる、そして、そして、チャーンスープレックス、見たことない、動き上がって、しかしスイカ、スイカがよぞ、バーン、ワン、さあ、すごいですね、スーパーブーベイダーが投げられた、はい、ボンボン投げられてますよ、見たことないです。スーパードロールですか、スイカワニ、はい、ワン、ツー、さあこれはもうあまり見たことないですね、この攻められるスーパーベイダーですよ、はい、さあここはライアンド、いや、やっとスーパーブーベイダーらしさが出てきましたね、はい、これ私昔食らったことあるんですけど、めちゃくちゃ痛いですね、これやばいです、僕も食らったことあります、わー、広島の男、はいはいはい、はい、どりゃ好きの払います、はい、いやー、しかしこれは得意の走ってのボディープレス、さあ、これくるか、今の危なかったですね、いやいや、はい、ベイダーらしさ全開であります、スイカが降ってきました、はいはいはい、さあちょっと初老を迎えたスーパーブーベイダーラッシュに、ああということで中身は僕が知ってますけど、はい、はいはいはい、あとこれはちょっと分かりづらいんですけども、はいはい、このトンザンヨシヨシとスーパーウェイダー、はい、マスクかぶってて分かんないんですけど、はい、顔が本当にそっくりという、そうですね、はい、そういう顔がバリにバリにというです、ね、はいはい、ちょっと見せてあげないんですけど、ね、はいはい、あのこの間ですね、はい、ちょっとしたあれですけど、はい、あの飲み屋でですね、はい、一緒に出くわしたということで、はい、出ようかなと思ったらトンザン入ってきたということで、ちょっとそれは、はいはいはい、まあ、20離れた先輩後輩が同じ飲み屋に行っていたというですね、どうしようもないと思うんですけども、はい、あっちの方も見せて、はい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 、さあここはそれやめてくれと、ここもやめてくれと、さあここはシエロスネオズ、ここはさあ、ここはニックマが決めるか、ストレッチアザー、さあ
ですね、ベイダーあっちの方でロープをですね、ちょっと足で引っ掛けてですね、はい、ミアロープを外してるんですよね。うまいですよね。さあ、気づかないように、ナッチョドラゴンフェイスカットですね、はい、技をかけたナッチョドラゴンが倒れたところにトンザンの足が来ました、はい、結局なんか、トンザンもトンザンでも痛がってる国ということで、まあ、ハプニングな技ですけども、はいはい、なかなか相手が痛いという、ナッチョドラゴン意味なし、はい、おっと、おっと振り上げて、おっと強烈、はいはいはい、はい、おっと、さあ、おっと、結局このまま何か習ってたんですか、こいつは、はい、おっと、おっと頭の方でも、あー、しかどちらの頭が石頭か、いやいやいや、トンザの得意ですよ、はい、15分です、あー、これはうまいか、あーっと、これはトンザですね、トンザか、さあ、ロープに振っておいてのは、おっと、かわされて、あーっと、頭のキック、トンザンが大丈夫か、ああ、チャンスか、何だけ、トンザン投げることは上げていけないか、上げていけた、なんとか完全に雑に上げていきましたけども、はいはい、なんとか上げていきましたね、はいはいはい、さあ2人やはりこの4年生タッグということで、はいはい、連携が先ほどから、はい、同期テックの連携が、さあ何見せる、トンザンキック、そして先頭からのフラッシュ1回転、カウント2、カウント2、さあ先ほどからやはりトンザン、トンザン冒頭箱ですけども、はいはいはい、さあ行くぞと叫んで、時のシーガー、おっと行かない、行かない、かわしました、わーっと体見せていった、わっ、さあもうとぐらい今のも地味に聞いたんですか、いやいやいや、やっぱ回転系の技とかですね、はい、ちょっと回されると分かんなくなるんで、なるほど、いきなり落とされるというのが、はい、一瞬分からなくなるんですよね、さあここはベイダーがボディー、はい、おっと、おっと、ダメ、ワン、ツー、さあベイダーが、ベイダーが丸め込まれると危険です、ベイダーが丸め込まれると危険、ワン、ツー、危ない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 、ツーですね、ツーツー、ベイダーが丸め込まれるとまずい、ベイダーは苦手ですからね、丸め込みが苦手です、そして大技も苦手です、お願いします。
二人の言葉をもらいましょう。皆さんまだ終わりじゃない、はい、もうしばらく聞いていてください。見届けていってください。お願いします。今日は阪神戦3日目来ていただきありがとうございました。最後のメインでマッチドラゴンを組んで本当に楽しいプロレスリングゲーム生活が送れました。今度はウベヤさん、本当に今日はありがとうございました。最後にこの2人と戦えて本当に良かったです。またいつかよろしくお願いします。勝ちたい、プロレス研究すごい楽しかったです。僕はこの九州産業大学で顔をリングの上で出すのは初めてです。まだ僕の顔を知らない人もいると思いますけど、最後の最後なんで引き続き覚えていてください。お願いします。今日試合をしてくださった本田さん、梅田さん、一言ずつ言葉をもらえたら幸いと思います。お願いします。梅田君はちょうどこの2人の最後の大事合に自分が戦うことができて本当に嬉しく思っています。初めて会ったのは3年前で、デビュー戦の時自分のパートナーでした。1年の頃の広瀬が今こうやってチャンピオンとして、そして最後の過信祭最終日にこういうふうに自分の応援を言ったことが本当に悔しくはありますが、でもそれ以上に嬉しく感じます。この先大学卒業して社会人になってももうプロレス研究で学んだことで生かして頑張ってってください。以上です。この2人プラス、この後1人、3人、ほんまによう頑張った。何も言うことありませんけど、とにかくこの2人に拍手をお願いします。じゃあ最後に、僕はもう以上なんで、お返しします。ぜひそれも見ていって僕たちを見届けてください。よろしくお願いします。さあ
回最終日まで3日間一生懸命頑張ってきました、はい、この2人、はい、そしてこの試合で1対1へとなりますが、この後この2人のそしてリングアナウンサーの北川の引退式を行います。このままこのリングの上で引退式を行います。もしよければ最後の最後、皆様の上で見届けていってください。この後すぐ引退式があります。はい、ということです。はい、まあ、3日間、まあ、今回のこの試合も、はい、試合としてはこのメインイベント一体試合で終わりということです。そうですね、まあ、初日から、初日ライターマッチ、はい、最終日とですね、はい、我々、九州産業大学プロレス研究部はですね、はい、これにて試合自体は終了でございます。はい、本当にですね、3日間来てくれた方、今日だけ来られた方もです、ね